ハッカソン初めてこういう機会に選ばれてすごい興奮しています。でなかなかの我々の仕事の中でもチャレンジングなモデリングをしている人たちってなかなか出会えないので、今日ちょっとお話ししただけでも皆さんすごいハイレベルなことを言ってらっしゃるので、コンペティ競争するのがすごい楽しみです。そうですね、私の立場としてはBIM の、アドバイザーというかまとめ役をしているんですが、やっぱり設計デザイナーが作りたい形をそれをさらにこうデベロップするようなアイデアを常にこう提供していって、一緒にこうデザインを高めていくっていうようなことを目指しています。パラメートリックのデザインとかこういうビームデザインっていうのは、便利なところで言うとそのパターンを作ったりとか同じ、ものを再利用して使っていく、それはもちろんいいところなんですけれども、やっぱり新しいデザイン、新しい、アイデアみたいなのを常に入れていかないと、そのなんか見たことがある同じようなデザインが続いてしまうんじゃないかっていうふうに思っているので、やはりこう繰り返しながらもこう新しいアイデアを入れて見たことがないようなものができてくる仕組みを作ることを、チャレンジしてます。 We are excited with collaborating career professional staff and we exchange a lot of opinion with each other and we collaboration it's very fine.Working in the cloud was an amazing experience because when we had issues or difficulties, the staff with CATIA were fantastic in being able to help us troubleshoot and really push our design into the next dimension that we wanted to go.